パナギオーティスタ・フテデリスは、ギリシャ・アルゴリダ県ラフプリオ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。セリエ BUS レッチェ所属。エックアテネ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2007年にトップチーム昇格した。ホスティラス FC 戦でプロデビューを果たした。2010年4月21日、イタリアのジェノア CFC に移籍が決定し、その後、AC チェゼーナ、 US グロッセート FC、エラスベローナ FC に、レンタル移籍した。2012年7月19日、エースローマに5年契約で移籍した。2013年6月20日、ジェノア CFC への復帰が発表されたが、その後1ヶ月も経たずに、カルチョカターニアに共同保有で移籍した。2014年1月9日、シーズン終了までの期限で、トリノ FC に、 レンタル移籍した。2014年6月13日、ジェノアに復帰した。7月18日に、エラスベローナ FC へ、再びレンタル移籍した。2016年8月5日、トリノ FC に移籍したが、すぐにカリアリカルチョに、レンタル移籍した。2017年6月30日、母国のオリンピアコス FC に移籍した。2018年9月5日、 フットボールリーグチャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC に2年契約で移籍した。移籍後、監督から信頼をつかめずに不満を感じ、2019年1月3日、出場機会を求めて、セリエ B の US レッチェへと期限付き移籍した。レッチェでの活躍が評価され、2019から20、シーズンからセリエ A を戦うレッチェに買い取られた。2019年7月1日に、 正式な契約が交わされることとなっており、現在は仮契約状態。ギリシャ代表として U-21 代表でプレーした。2012年11月14日のアイルランドとの親善試合で A 代表デビュー。2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、ギリシャは初のベスト16進出を果たすも出場機会はなかった。 2015年10月11日の UEFA ユーロ2016予選、ハンガリー戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。